はい、どうもこんばんは、グミちゃんです。今日からですね、ゼルダの最新作になりますね。ゼルダの伝説なんとかなんとかかんとかですね。はい、じゃあやっていきたいと思います。今日からですね、ゼルダの伝説最新作ですね、やっていきたいと思います。ゼルダに関してはマジでどういうストーリーとか過去にやったことがなくって、ほんまに何もかもが初めてになるんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。ストーリーいきなり始まる感じなんかな。超綺麗。蒸気が濃くなってきましたね。ですか？誰ですか、あなた。左側？この地下へと続く洞窟も思っていたよりずっと深いようです。気をつけていきましょう。え、あなたがゼルダ？ん？私誰？っていうレベルなんですけどね。話す。ハイラル城の地下にこんな場所があったなんて。え？操作説明。お。特殊アクション。あ、なるほどね。移動カメラ、はいはいはい。おー、何？あ、こういうの登れちゃうんよ。あだ、私は誰？あ、この正気に触れ、体調を崩す者も多いと報告を受けています。最近インフルエンザ流行ってるしな。あなたや私はこの程度なら大丈夫なようですが、それにしてもなぜハイラル城の地下からこんなものが。この先の調査は危険が伴うかもしれません。あ、でもリンクや。そうやそうや、安心です。リンク、早く原因を突き止めましょう。忘れてたわ、リンクの存在。あなたを忘れていました。完全に私は誰状態。幼い頃、父に城の地下には何があるか質問したことがあるのですが、それは禁忌とされ、王家にさえ詳しく知るものはないと言われました。すごい振り仮名が全部振られてて、すさまじく読みやすい。マスターソード、伝説の勇者の剣ですか。魔を滅する剣が反応しています。あかん、ちょ、関西弁が強くなってしまう。やはりこの奥に何があるのかは間違いありませんね。ハイラルを襲った厄災封印後、城もずっと放置されていました。その地下にまさかこんな場所があるなんて。会話ログを見るって何。ああー、なるほどね。すっごい親切やね、最近。剣を振る？お。なるほどね。え、リンクなんかハゲてね。え、背中、ハゲ。あ、光が当たったんだか。ちょっと待って。急に後頭部ハゲたと思った。びっくりした。調べる？はい。これですか？これは古代文明の遺構。こっちは文字？これはゾナウ文明？王族であっても城の地下に踏み入ることは許されない。その教えだけが受け継がれて、たたけたたけたけたけた。あ、乗ってしまったよ。なんか重要なやつ乗ってしまったよ。えい。切れないわ。ゴーゴー、レッツゴー。
この辺り一帯は。この彫刻もやはりここにあるものは私の持つゾナウについての知識に合致するものばかりです。ゾナウは遥か昔神話の時代にあったとされる文明、神のごとき力を持ち天空で栄えたと言われていますが、多くの歴史書で語れられられられれ、その全容はあまり分かっていない謎の多い文明なのです。なるほど。それはもしかしたら古代の石像でしょうか。こっちかい。この石像はゾナウ族をかたどったものでしょうか。大きな耳、私たちは少し違った姿なのですね。それにしても天空の文明の遺構がなぜ城の地下に。さらに奥があるようです。行きましょうリンク。これ写真撮影禁止じゃなかった？あんた大丈夫？それ写真撮ったけど大概こういうのあかんけどさ。これは？これもゾナウ族？乗ってしまった、乗ってしまった、乗ってしまったよ。いいのかこれ乗って。なんだ誰切っていいのこれ。えい、あ、切るやつか。えい、痛い？大丈夫でしたかリンク。大丈夫です。怪我はありません。これはゾナウ族の、ゾナウ族の障壁がどうたらこうたらみたいなやつか。ちょっとよくわからん、よくわからん、言葉を並べてみたけどよくわからんな。今から遥か昔の神話の時代に人と魔王が世界の覇権を争う大戦争があったと記されているのですが。大戦争かこれは。ひょっとしたらこれはその伝承が描かれているのかも。ちょっとうちのリンク全然喋らんけど大丈夫かな。何やこれは。ゾナウ族と、ああ、ゾナウ族と私たちハイリア人のようですね。ハイリア人。ゾナウ族はまるで天から降りてきたように見えます。サイヤ人とクリリーみたいな感じ。それは違う。また私の祖先ハイラル王家の祖は天より降臨せし、神の一族と結ばれ生まれたと言われています。この壁画を信じるなら天より降臨せし一族とはゾナウ族、その一族と大地のハイリア人が交わりやがて起こった国がハイラル王国。なるほど。しかしそこに邪悪なる者が現れ王国の大いな力を奪う。すべて古文書の名前と一致している。そして魔王が誕生し、それを打倒する戦いが起こった。なるほどね。ここに描かれている人物、これが魔王と呼ばれたものだとするならば、破壊神ビルス様やね。これは完全にビルス様と。何？やはりこれは古文書に記されていた大戦争、ビルス対サイヤ人みたいな。描かれた壁画すごいのそれ。リンク、これは大発見です。おめでとう。優しい。これはフルアが作ってくれたのですが、持ってきておいてよかった。うん、写真撮影大丈夫これ。こういうものを違法ちゃうか、捕まらへん。とても役立ちます。何？この先は埋もれていて見られませんね。いいわ、ドキャロテか。ここは一体何なのか。答えはこの先にあるように思います。今は先に進みましょう、リンク。オッケーオッケー、さあ行こうか。冒険の始まりやね。
戦いたいな、もうちょっと。何ですかこれ。切られへん。この赤いの何？えらいガー進んでるけど、この赤いの何？綺麗やな。あれは行きましょう。レンク、最新の注意お願いします。少し待ってビビリ出ちゃう。あれは何これ。この邪悪なあれか、この覇気みたいなのが、あ、取れたで。マガタマですか。嘘やろ、これと戦うの今から。嘘。ナイス、よくやった。おーおーおーおお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 お。また生まれた瞬間からもう、嘘じゃん。かっこいいリンク。はい。リンク。それが大魔の剣。我が正気で砕ける刃では役に立たぬ。あら。ゼルダ。大魔の剣を持つ者、リンク。ラウルの言う希望、この程度か。どうして私たちの名を。なに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 。まさか戦うんか。生まれた瞬間からもうヒットポイントが赤色なんやけど。ねえねえねえ、初めから結構壮大やね。やばい。お、どうすんの。あなたたちは一体どういう関係性なのかしら。恋人ではないのか、何なのか、兄弟なのか。え、終わったリンク終わった。誰だ、お前は誰だ。え、これはなんた家族、何やったっけ、もう忘れたわもう忘れた、何族や、あの地の何やったっけ、土地の人みたいな土地の人、それはもう住人なよ。あの何やったっけな、名前忘れたわ。もしかしてお前 E さん的な腕か、それもしかして薬液かけたらひっつくんか。
あ、なんかより強そうになったんじゃない？パン1や。モザイクかけて、モザイク。やったじゃん、これ絶対強なったやん。気が疲れたようですね、リンク殿。おはようございます。ん？私は貴殿のことをゼルダ殿から聞いて知るもの。え、王騎将軍？瀕死の重傷を負われていたが、王騎将軍の声がする。命を取り留められたようで何より。大沢たかお。貴殿の手は口、命に関わったので代わりにそうさせてもらった。ラッキーってことやんね、多分。あっ、わての剣が。ん？調べる。重そう。あー、切れてもんだろー。朽ちたマスターソード、聖なる力が宿る大魔の剣。今はハイラル城の地下で受けた正気で刀身が朽ちてしまっている。直すんや。直しましたね。武器で攻撃。なるほどね。えい。こんだけ？この辺なんもないの？あ、なになになに？あ、今なんか。おお。おお、めっちゃいけるな、この人。身軽やね。え、すーごい。お猿さんじゃん。そんなこともできるんやね。とりあえず服ないかな、服。ユニクロかどっか、GU かどっか行かへん。調べる。お。ん？服ですか？おう。なるほどね。開けゴマ的な。これ何？関係ないか。関係ないか。向こう側あれ登られへんのかな。登れそうじゃない。なんかアンチャーテッドっぽさもあるな。上こっちから行くんじゃないんかな。いや、行けそうやね。あ、いてててて、ちょっと待って、加速。行けそうやけどな。これ上に繋がってんのかな。ピョンって登れそうな気もする。あ、無理やわ。あ、へえ、こういう視点もあるんや。いろいろあるな。とりあえずあれ上登らなあかんねやろな。とりあえずね、そこまで行きましょう。飛び込む。おお、下に潜るとかはないんか。こっち側から回り込むんかな。ちょっと待って、こういうのさ気になるわ。後ろなんかないよね。
向岸にどうやって行くんやろ。あれ、なんか来たぞここ。もう一回同じとこ違う。クイックターンとかないんか。おお大丈夫ぞ。おーおーおー、あ、へえ、ダメージ受けない。なんか光ってんで。これ何？楽開けごま。お、古びた下履き。何？ポーチを開く。あった、装備。あ、え、なんか想像してたのと違う。なんか嫌や、スカートじゃん。ズボンがいいんですけど、ズボンないんですか？ズボン。あ、これは？え、待って、ちょっとどこまで行きはんのそれ。めっちゃ行けるやん。うわ、こっち行けそうやで。あっちも行けそう。え、これ行って上か。ちょっと待てよ。ちょ、手離して。あ、え、こう降りてんじゃん、落ちてんじゃん。あ、こうか。え、これいけそうじゃん。だってっ、待って、丸押さなかのか。あれ、捕まれへんわ。これ完全にこれいけるルートやろ。こっち待って、どこやどこやどこや、こっちか。なんで？無理か。あ、なるほどね。無理っぽいか。ビョーンっていけそうやってんけどな、なんか。さっきどうやって行ったんや、メグ。これこっちやろ言うて、どこまで行ったっけ。これもう一個上登ってったっけ。あれ、どこやった。でもあの距離はさすがにジャンプで無理か。まあ一旦進もうか。鳥ハン。うわ、やばいやばい、めっちゃ、すごー。え、ちょっと待って、これ飛び込む、嘘やろ、これ飛び込むの、ほんまに言ってる。こういうとこで登られへんのかな。無理か。え、これほんまに飛び降りていいのかな。あっち行かれへん。まあいいか、一旦行くか、進めよう。勇気を振り絞って、キャー、怖いよこれ、完全に死んでしまうよ。大丈夫か。あ、始まりますみたいな。え、あんた大丈夫？何もついてないけど体に。着地できるの？知らんで。
ないで、何も。おーい、ゼルダの伝説、トレッド・オブ・ザ・キングダムですね。長押し。うおー、おい、大打撃やぞ、今の。大丈夫なあんた、これ。すごいね。どっち行こう。すっごいな。これとか登られるのかな、この辺。ちょっと待って、なかったことにされたってあかんねや、なるほどななかったことにされました。任天堂になかったことにされましたよ、今。怖いわ、ほんま。へえ、なるほどね。なんかもうちょいあれやろな、スキルとかでなんかこう技を覚えていくみたいな。あ、キノコ生えとんねこれね。取る。空だけ、空島の木の根元に生えるポピュラーなキノコ、食べるとハードの回復の効果。やった。持って帰ろう、持って帰ろう、全部持って帰ろう。あるもんはな、今もう銭なしやからな。まあ、銭というかそういうあれなんか知らんけど。眩しいわ。ほんで目の奥一体は、お、なんか生えとんで、生えとんで、ま、なんか、えい、痛い。よーし、クリティカルヒット。えい、剣ない。え、剣どっか行ったんですけど。木の枝、あ、装備。えい、オッケーオッケー。私の剣どこ行ったん？ゾナウエネルギー。ゴーレムなどの動力源として用いられる物質。湧き出す光からは強いエネルギーを感じる。ゴーレムの角。へえ。剣どこ行ったん、ほんで。どうしたんどうしたんどうしたん、急に増え、リンゴ。いっぱいあんねんけど、リンゴもっと取りたい。あ、待って、むず。こうね。え、ちょっと待って、木登り難しい。私の剣は一体どこへ行ったのでしょうか。剣を素早く選ぶ。おお、なるほどね。え、剣どっか行ったで。結構大事なやつだじゃない結構大事な剣どっか行った。もうええか、まあいつか拾うやろ、どっかで。おお、やば、すっごいね。これ落ちたら終わり。あの、なんかここ行きたい。これ何？あ、木の棒、木の棒か。これは何ですか？どういう感じ？どういう感じ？なんかこういうの登れちゃうのなんでなんやろ？怖いわ。落ちてしまいそう。
登れんの意味ない？木の棒あっただけ。すごいな世界観マジで。ほんでこっち敵ちゃうんか。やあ、ね、壊れかけ、ん、はい、変える、はい、ん、お待ちしておりました、リンク様。羊ゴーレム、あなた様にゼルダ様よりお預かりのものがございます。おお、何ですかこれは。あ、あのプルアパッド、あなた様が行くべき道を示す大切なものと受け止まっております。服欲しいな、携帯みたいな。おおお、ブルアパッド、ゼルダ姫が愛用していた冒険に役立つさまざまな機能を備えたアイテム、ありがとうございます。これか。おお、マップとか、あ、あ、写真撮影したやつね。冒険手帳、わお。ゼルダ様からリンク様へ確かにお渡ししました。ゼルダ様はそのパッドの地図に示された場所でお持ちとのことです。お伝えは以上です。ここはどこ？ここは時の庭にございます。あっ、こ、あれは時の神殿。はるか昔、ここは王国の祭事を執り行う場所でした。ご覧の通り、今では訪れる者もいない寂しい場所になってしまいましたが。ん？ゼルダね。新しい目的地やって。調べる。あ、なるほど。ほんでパッと新しい目的地、これこれか。オッケーオッケー、どうもありがとう。わあ、なんか広すぎていっぱい調べたくなるな。このなんか関係ない、何でも取ろうとしてしまうわ。木の棒、木の枝や、キノコ、空だけ、これ関係ないね。へえ、こっち行けってことか。こういうのとか裏側にこうなんかあったりとかしやん。こういうのあったりするやろ、こういうの。ハンドガンの弾とかないわ。すごいすごい、向こうあれ何、あの雪の国みたいなとこ何あれ。降りる、これ降りていいの分かんやろ。とりあえず進むか、行っちゃおうっと。あ、待って、写真撮っちゃった、間違えた。あなたはゾナウエネルギー、ゴーレムなどの動力源として用いられる物質、湧き出す光が、ああ、なんかさっき開いたな。あ、何もないんや。こっちは、あ、待って、リンゴいっぱい生えとるわ。あなた、木の棒。いや、あなた様はここに初めて来られるお方ですね。
それを武器にして兵隊ゴーレムと戦われるおつもりですか？そうです。兵隊ゴーレムはその地を守護を厳命された存在。彼らは我らの主ドナウの方々より侵入者の排除を命じられているのです。あなた様も脅威とみなされてしまうでしょう。手心を加えず戦うことをお勧めします。これは余計なお世話かと思いますが、武器は適当に振り回さず相手に注目してしっかり間合い取るのが肝要です。おー、これね、試しに私を注目して練習でしても結構です。あ、でも攻撃はしないでくださいね。おー、なるほどね。かわいい、なんかこの子。わかりました、どうもありがとう。こういうのとかって、あ、ですよね。え、ちょっと待って、ちょ、大事なとこ映らんかった。いや、そうですよね。はいはいはい、これは OK ですね。はい、ありがとうありがとう。んで、こっちか。えい、この水はいけるんやね。すごい、この水がバシャバシャってなる感じとか。あ、ここで息継ぎせっていうことね。へえ、なんかこうやって見てしまうな。おいしげりよんね。キノコや、キノコ。何？ドナウエネルギー。あ、え、えい、おう、そういうこともできるんや。よっよっ。へえ、覚えていかんとあかんな、これは。待って、なんかある。これはなんや。ただのランプやったわ。こういうね、地道なやつを集めるのもきっと大事なはず。広いな、すごい、これマジで。何ですか？あ、おたー。オッケー、強いです。強くなってまいりました。お、おー、なんか生えてる。何これ、ポカポカ草の実。へえ、寒いところでも耐えられるようにあって。ん？なんか燃やしてしまった、もしかして。絶対松明いらんところやな、これ。あ、そしたら消えてしまうんや。なんかおる、なんかおる。これ戦うやつ。え、なに、なになになに、ちょっと追っかけたい。ちょっと待って、なにあれ、今のうちまで。なんか鳥鳥鳥鳥鳥バードやねん、これ完全にバードやねん。ちょっと待って、あのバード、おい待て、これおい、このバード、なんか汚な、なにそれ。え、え、なになに、おー、獣肉、
月中です。おいバードどこ行った、バード、バードどこに消えやがった。おったおったおった、バッドおったで、おったおったおっ た, おった、こっちおいで。えいえい、オッケーオッケー、月中月中、今日の晩ご飯や。よーし、ほんですごいな、散策だけでも楽しいなこれ。またバード、あれは何や、あれもバードか。あいつらでもこれ無理やんな、捕まえられへんわ。なんか矢みたいなあったらないけんねんけど、矢ないからまだ。リンクって矢使うん。ちょとりあえず服欲しいわ。服どこにあんの、これは何、こっちは何。お、あ、はい、何今の。ゾナウエネルギーね、ゾナっとこう今日も。これ何、導いてくれてる、もしかして。わあ見つかった。あれ、ボックリンかと思ってびっくりしちゃったよ。君僕が見えるの、僕はコログ、森の妖精さ。あそうだ、ボックリンに会ったらこれ返しといて。コログのグミ、コログがくれた小さな、あグミじゃないわ、コログの実や。集めたらいいことありそう、ちょっと匂う。おい、怪しいところがあったら探してみて。おいてめえ、なんか汚いもの渡しやがったなこいつ。またね、ありがとう。なんか汚えもん受け取ってしまった。へえ、武器武器、あこうね、オッケー。木の矢、へえ、やっぱ矢使うんかな。んー、お、なんかありそう。とりあえずあっこにゆっくり進んでてんやね。待って、なんかおる。よーし、ゴーゴーガエル。水辺を素早く跳ね回るカエル。その肉には俊敏性を増す物質が含まれており、魔物の素材と煮込むと一緒移動速度を上げる薬やって。やったー、いっぱいおんな。なんかおるおる、まだおるまだおる。どこだー、今おったでー。ちょっと待って、息継ぎが。あれ今さっきおったのに。おた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 、はい、どこ行った、くそ。どこや、今おったな。移動速度は大事やで、初歩的なとこやろ。あれ、いない。わ
分かりにくいな、あのカエル。これ何？あ、乗るやつね。いや、いなくなっちゃったわ。くそ。よし、近づいてきた、近づいてきた。生い茂ってんね。こっち？何？見つけた。えい。よーし。待てよ。よし。隠れとったんか。今一匹やったか思ったけど。あ、ここもなんかありそうやな。広っ。カエルちゃんおるんちゃうな。おらん。おらんか。これは、あ、待って、またおる。あったまってる、かわいい。なに？これなに？これなんなん？いけない？ちょっとあったまってるんですけど。こんにちは。美味しそうな匂いに惹かれてやってきた。違いますか？食材は火で焼くと香ばしくなり、味も栄養価を増すと言われてます。焼きましょう。あなた様初めてお見かけするお方ですね。失礼しました。私どもゴーレムの役割の一つは、初めてここを訪れる方に様々な説明を行うこと。何でもお答えしますので、どうぞご安心ください。さて、先ほど申し上げた役についてですが、食材は手に持って焚き火の近くに置けば焼くことができるのです。もちろん私は食べたりしませんので、味というものは分かりませんが、食材は焼くと栄養価を増すと我が主たちは申しておりました。あなた様も食材をお持ちなら、その焚き火で試されてはいかがでしょうか。やりましょう。焼き空だけ。料理来るか。手荷物。えい。え、いけてんのこれ。これ焼けてんのこれ。焼けてなくない？えい。焼けてんのかこれ。お、焼けた焼けた。焼けてる？おう。焼き獣肉になるんじゃない？おお、美味しそう。これ全部焼いとこうや、今のうちに調理や。作れる料理。あ、めっちゃ持てるやん。え、さっき言うて。これ何？ポカポカみ。料理に使うとやって。えい。お、全部、あ、おい、カエル！ちょ、待て。あ？カエルどっか行ったんですけど。ちょっと嘘じゃん。手荷物。これは焼かんでええな。
よし、焼きリンゴや。なんか、ん？ポカポカ、焼きポカポカの実やって。焼きリンゴ全部焼いてしまおう。火通せばな、一旦は。おお、なんかリンゴ吹っ飛ぶのなんでなのこれ。あ、食べちゃった。よし、ほら、すごくない？これどうなってんのこれ。よし、一旦だいたい火通ったよね。ああ、カエルちゃんが。とりあえず進むか。じゃあもうなんもない。おった、待てー、待て待て待てー、逃がさへんぞー、おめえだけは逃がさへん。待て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 ー、待てー、そっちは行き止まりちゃうか、大丈夫か。やべ、なかなか早いな、なかなか早いな。逃がさへんでー。わ、やばい、結構遠くまで行きよる。結構行くな、ほんまに。ちょっとあんた結構行くね。えい、よーし、うんうん、かわいそうになってきたな。とりあえず一旦進もう。結構追っかけすぎたわ。どこやこれ。早く走るやつ欲しいな。待って、またいっぱいおる。ちょっともうそうやって仕事を増やすでしょ。武器を投げる。え、どういうこと。あ、なるほどね。それでも攻撃できるな。よし、まあ一旦ちょっと進もうか。すごいなマジで。周りの景色をめっちゃ見てしまう。これやろうな、とりあえず。あっちは、まあ行くか、とりあえずね。ここか、登れるやんね。あ、いけるいける。よーし、着きました。早速では参りたいと思います。愛しのゼルダの元へ。どうやって登んねや。あ、いけんね、結構いけんね。よーし、錆びた剣。
すぐ壊れてしまう。ジェルナちゃん、お待たせ。よし、どうや、おるか。何？跳ね返されてんけど。この扉は力を持つものでないと開かない。誰？失礼、驚かせてしまったようだ。あ、王騎将軍か。先ほど話をしたもの、その右腕の元の持ち主は？ラウルです。なるほどね、右腕の主ね。わけあって私にはもはや実体はなく、このような姿で失礼する。さて、この扉は私の右手で開くはずなのだが、どうやら力が失われているようだ。聖なる光の満ちた空間なら、その手に力を取り戻すことができるはずだが。ん？そうだ、この島にある祠を回ってみてはどうだろう。なるほどね、あっこ行ったらもらえるって感じ、力。きっと力を取り戻せるはずだ。てか耳長くね、てかピアス多くないか。なるほどな、オッケー、任せろ。ところでラウルさん、私の服知りませんか？右腕じゃなくて腕から服。メインチャレンジ、閉ざされた扉。これが天に向かって渦巻く緑色の光。どうやって行くんやろ。でもあっちか。ゴーゴーレッツゴー。あ、待って、なんかおる。待って、弓は持ってない。その弓はよこしな。古びた木の弓。弓矢で攻撃。はあ、なるほど。なんか試しに撃ってみたいけど。これか。おお、強い。よーし。これやんね、祠って。さて、これで右腕に力は宿るのでしょうか。何ですかこれ。ゴーゴーだけ無理やり生えるキノコ。どこにでも生える生命力がすごい。料理に使うと移動力が向上。へえ。じゃあさ、その料理どれやったっけ。あれ、なんかさっき、まあいっか、なんか移動がどうちゃらこうちゃらみたいな。早くない？あ、カエルや、カエル。カエルおらんなってもうてんな。え？あ、そういう感じか。来ました、うほほ。
何ですかこれ。おお、どういう感じ。